はい、こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、ラス機能、これをテーマにですねお話をさせていただきたいと思います。はい、最近ですね、最近なんかすごい本を読むのがなんか楽しくてですね、こういう本を読みました。就業規則の神様が明かす幸せな会社の社長が大切にしていること、っていうのを読んだんですね。でこれのですね、ちょっと何章かちょっと出てこないんですけども、幸せな会社の社長は慢心することがなく、いつも問題意識だったり課題があって、それは高次元のことが多いと、いうようなですね、ことが書いてあるんですね。そのノートとかにですね、思いついたらどんどん課題だったり問題っていうのをどんどん書き殴っていくと。でそうすると脳にインプットされます。その問題だったり課題がね。そうすると人間はですね、普段過ごしている間に自然と情報の取捨選択をしていて、そのインプットされた課題だったり問題のヒントとなることが降りてくるタイミングっていうのが、あるんだと言います。はい。で、なので、その問題意識をですね、その短期間で、解決するように、ああ、やばいな、というふうに、躍起になるというよりもですね、その、インプットだけしておいて、その時間が、解決するのを待つということですね。で、これを、その脳科学的に言うと、このラス機能っていうふうに、言うみたいです。で、振り返ってみると、なんか、エピソードあるかなというふうに振り返ってみるとですね、その自分が意識しだすと、突然、見えてくるようなことって、あるかなというふうに思います。はい。僕はですね、キャンピングカーが欲しいなというふうに最近漠然と思っているんですね。はい。で、かといってですね、車自体には興味がなくて、キャンピングカーとその狭い中にですね、すごい工夫されているじゃないですか。そういう空間が好きなんですよね。なんかそのベッドこうやって畳んだりですね、そのシャワーとトイレが一体になっていて、要はその工夫されてね、あの中にガッと押し込めている、そういうのが僕好きなんですけれども、それは別にいいんですけど、ね、そうするとですね、その街で歩いているとですね、その自然と車に目を向けるようになって、またキャンピングカー通ったなと、あのキャンピングカーちょっとちっちゃくて、色合いもかっこいいな、みたいなことですね、意識せずともふと思うようなタイミングがあるわけですよね。で、それまでは、どんな車がですね、別に通っていくと、全く興味が、なかったわけですね。なので、そういうふうに意識しだすと、気づくこと、結構あると思います。これがですね、ラス機能の正体なんですね。はい。ですね。なので、そういうふうに常にその意識の片隅に入れておくと、自然とですね、しかるべきタイミングでその情報をうまくキャッチすることができるようになるということなんですね。で、これですね、何て言うのかな。まずですね、書くっていうことがですね、とても重要みたいなんですよね。で、僕、ちょっとそこを、ちょっと実践できていないので、今後ちょっとやってみたいと思います。というところですね。なので、はい。ちょっと、どっかの動画ですね、これちょっとやってみたみたいな、続編をお待ちいただければというふうに思っています。はい。というところですね。はい。今日は、短めで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。